かつてこの大地に神と人、そして異界からやってきた悪しき神、魔人が入り乱れていた時代があった。人々は聖乙女ヴィトーリアの旗のもと、魔人の手先となり働く精霊魔物との戦いを長きにわたり繰り広げてきた。新暦395年、始祖なる錬金術師ジーグドラドにより魔物を封印書のうちに封じる封印術が編み出された。この封印魔法を操る者はライブラと呼ばれ、魔物討伐において絶大な成果を上げた。彼らの活躍により魔物の生息数は激減し、ついには魔人さえも異界の彼方に葬った。世界が人の秩序で動き始めたのだ。そして記念すべき王暦1年、ヴィトーリアは人の手による大陸統一を成し遂げ、ロムレア王国初代女王として即位したのであった。ロムレア王国建国史第1章10節より。そして時は流れ、王暦499年、フリードラインベルト、フリードラインベルト、ここにいるの？フリードライン、そんなに呼ばなくても聞こえてますよ、イリーナ艦長。聞こえているなら返事くらいしなさい。俺の名前はフリード・アインハルト。配属されて3日目とはいえ、名前くらいは正確に呼んでもらいたいですね。前にいたのよ、そういう名前のアルバイトが。そんなことより、フリード・アインハルト、お願いしていた初夏の整理は？今ちょうど終わったところですけど。大した量じゃなかった。なるほど、できる新人って話は嘘じゃないみたいね。他のライブラなら2日はかかるよ。あなた士官学校では優秀な成績だったと聞くけど、戦闘の経験は？演習で模擬戦を2度ほど。魔物学を極めたいからとあるけど、実践メインの図書館に配属を希望したのはなぜ？魔物学なら王立研究所の方が。無駄飯ぐらいのじいさんどもと研究所で日がない一日カビの生えた本に囲まれて茶をすすってるなんて、ゾッとする。へえ、なかなか言うわね。面白いわ、続けなさい。封印書から得ることが多いのはわかる。だけど相手は生き物でしょ、生きて動いてるところを見なきゃ仕方ない。その点ライブラなら生きてる魔物を一番近くで観察できるわけですから、自分には適職かと。なるほど、長所の通り少々変わり者ね。普通はこの国の平和のためとか人々を守るためとかいうものよ。そりゃ俺だって平和な方がいいですけどね。あなた今王立図書館がどういう状況か理解してる？どういう状況って？
人手不足かな。ズバッと言うわね。だけどまあそういうことよ。魔物がこんなに大発生したことはここ数十年でも例がなくてね。おかげでうちも騎士団もてんてこまい。で、ただでさえ人手が足りてないところに壇上内で怪我したライブラが送還されてきてね。騎士団からすぐに代わりのライブラをよこしてほしいって要請が入ったの。なるほど、そこで俺に出動しろと。いきなりの実戦で新人のあなたには酷な任務だと思うけど。いや、むしろありがたいですよ。このままずっと書庫にこもりっぱなしより早いとも実戦に出たいですし。威勢がいいのはいいことだけど簡単な任務じゃないわよ。ま、こちらも選んでる余裕なんてないんだけど。そうと決まればこれ、現地の騎士団員との合流場所の地図よ。今なら漏れなく効果実感、ウルハダミルクエステ無料体験コースをプレゼント。美容のカリスマメリー・フロリーナが送るロムレア最大のレディーススパサロン、アクティム5番通り博物館前すぐ。ここが待ち合わせ場所ですか。入りやがった。直撃しなくてラッキーってとこか。いや、地形がかなり変わってるな。
これはどう見てもアンラッキーだ。だけどこっちは念願の実戦なんだ。この程度の不運でひるんでたまるかっての。どこに嫌がんだ騎士団の連中は。おーい、誰かいないか。もしかして騎士団の。おい、ここだ。二人とも大丈夫か。はい。で、フリード、どうしてここに。アリシア、メルビー、お前らこそ。学校の余暇の卒業式以来じゃねえか。全然変わってねえなお前ら。ひどい、私3年で3センチも身長伸びたんだよ。おお、そうか。ちなみに俺は10センチ伸びた。ずるい、フリードはもう十分大きいんだから、ちょっと私に分けてよ。そうしてやりたいのは山々なんだが、こればっかりはな。懐かしいな、このやりとりね。リードってば、文化に進んで専攻が分かれたらばったり遊んでくれなくなってた。手紙のお返事もたまにしかくれないしね。それは悪かった。正直忙しくてそれどころじゃ。今、思い出話してる場合じゃねえよ。よし、二人とも怪我はないな。私たちは平気だけど、フリードの方こそ何ともない。それより、なんでお前らここにいるんだ。そうそう、私、無事に騎士科卒業できました。ああ、メルビーからの手紙で知ってるよ。二人とも騎士団に入ったんだろ。やっぱりお前らが合流予定のメンバーか。ってことは、フリ
レイドが代わりに来てくれたリーダー？ああ、どうやらそういうことらしい。本当に本当？やったー！おいおい、喜んでる場合か？3人とも士官学校出たてのド新人だぞ。不安とかねえのかよ。不安ない。孤高の優等生フリード・アインハルトでもそんな心配するんだ。私たちは何にも心配してないよ。フリードについていけば間違いないって知ってるもの。新人3人でチーム組ませる艦長も艦長だけど、お前らもお前らだよ。よし、わかった。そんじゃ腹くくるか。で、ここでの任務の内容は？さっきから続いている地鳴りの発生源がこの奥みたいなの。だから魔物を討伐しながら一番奥まで行って様子を見てこいって。なるほどな。わかった。ひとまずこのまま奥に進もう。おお、はじめはスラピョンか。このゼリー状物質が解析されてないんだよな。よし、素質感を確認して。あ、危ない。おっ、ダメだよフリード。いくらスラピョンでも魔物は魔物なんだから。もう昔から魔物のことになると後先見えなくなっちゃうんだから。気が入った。ライブラさんは後方から攻撃命令をお願いします。私たちはフリードの指示通り戦うからね。外れた。人には鍵を、魔には檻を、輝ける知恵の証、ジーグドラドの名のもとに。荒ぶる者よ、我が所に帰れ。これで
封印完了だ。次、行くぞ。ん？二人とも、どうした？すごいすごいすごい！私たち、ライブラが封印するところ、初めて見たの。すごいね、フリーダ。そうか？俺はお前らみたいに、剣とか魔法使える方がすげえと思うけどな。かっこよかったよ。ねえ、メルディ。え？かっこよかったよ。言っとくけど、おだてても何も出ねえからな。違うよ、これは。おい、アリシア。お前、片当て外れそうだぞ。危なかった。ほら、まだ一体封印しただけなんだからな。サクサク行くぞ。